こんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はロレックスデイトナイエローゴールド 116528G の実機レビューをお送りしていきます。2000年から2016年に製造された旧モデルで、文字盤にはダイヤモンドがセッティングされています。金には富と繁栄、復活、純化などの意味があり、また再加工しやすく腐食しにくいという点からも非常に価値の高い金属です。イエローゴールド、まさに黄金に輝くデイトナは高いステータスの象徴でもありますね。イエローゴールドはブラックジャケットとの相性が抜群です。ここからは機能や外装について触れていきます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまずは機能面から見ていきます。2000年以前、デイトナはゼニスの L プリメロという機械をベースにカスタムしたムーブメントを使用していましたが、2000年以降のこの世代からはロレックスの完全自社製クロノグラフムーブメントが使用されるようになりました。日付機能を有していないため、リューズでの操作は長針の調整のみ。リューズの上下についているボタンはクロノグラフというストップウォッチ機能のスイッチです。文字盤内にはデイトナの顔とも言うべき3つのインダイヤルが配置されています。3G1 と 6G1 がクロノグラフ使用時に作動する積算系、 9G1 にあるのが秒針です。こちらが秒針ですね。よく見るとインダイヤル外側にも細かいライン装飾が施されており、ロレックスらしい高級感確認することができます。文字盤内インデックスの部分には8個のダイヤモンドがセッティングされています。台座の上に丁寧に配置されたダイヤモンドとアップライトタイプの王冠マークがとても贅沢ですね。外装面、リューズ、プッシャー、ベゼル、裏蓋に至るまで全て18金イエローゴールドが使用されています。ケースサイズは 40mm 系、ブレスレットは3連オイスターブレスです。中駒まで木材で作られているため、ずっしりとした重さがあります。こちらはかなり使い込まれた個体で、細かい傷たくさんありますが、この程度であればオーバーホール時に磨き上げをお願いすれば綺麗になってしまいますが、これはこれでかっこいいと思いますね。ベゼルの目盛りは2002年のマイナーチェンジでプリントに変更されています。この個体は Y 品番、まさに2002年製なんですが、ギリギリマイナーチェンジ以前の刻印タイプでした。金木時計となると日常ではなかなか使用する機会が少ないかと思いますが、華やかでめでたい席においてはその存在感を遺憾なく発揮してくれます。一応いつも通りと思ってビジネスバッグとも合わせてみましたが、バッグが黒革製だったので意外にも馴染んでいました。ブラックスーツやタキシードなどドレッシーなスタイル以外にも、白シャツにクラッチバッグというカジュアルな路線でも楽しめそうな時計ですね。以上、ロレックスデイトナイエローゴールド 116528G のご紹介でした。眩しすぎますね。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それから Twitter もやってますので、Twitter のフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。